皆さんどうもこんにちは、あやなんです。島ゆうです。今回ね、皆さん、婚姻届ってご存知ですよね。はい、婚姻届、市役所から村側のお堅い結婚をするために提出する資料ですよ。でそれが最近はデコレーション婚姻届みたいな、そうそうそう、なんかいろんなね、なんか外国をモチーフにしたやつとか、夢かわいいをモチーフにしたやつとか、いろんな種類の婚姻届があるわけですよ。いや、こんなのとか、こんなのとか、ましてやこんなのとか、そう、こんなのとか、こんなのとか、こんなのとかね、あるわけです。でも画像後半出てなかったと思う。俺らこうやってなきゃだと思う。で、僕らまだこの動画を今撮ってる時は今まだ入籍してないんですよ。なので今回は婚姻届を自分たちでめちゃくちゃデコレーションしても入籍が通るんじゃないか。そう、自分たちだけの婚姻届を作ってね、それで提出して通るのかとやっていきましょう。こちらが皆様がご存知の通常の婚姻届になっています。うわー、こういう感じですね。すごいよ、ついにですね。これ本当に書くんだから。って言ってもデコレーションしていいのは枠外だけなんですよ。人生において一番やべえ書類っちゃ書類だよ。うちらだけの1枚、世界に1枚だけのデコレーション婚姻届を作っていきましょう。なんかこんな感じする。 YouTube マークとか書いとく。まあ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 、決してふざける感じではなくてね。なんか黄色にしよう。結構使ったね、スペース。結構使った、結構 YouTube スペース使ったね。こうこれ結婚しても私柴田のこと柴田って呼んじゃいそうな気がするな。中野か、中野の人生は23年で終わった。だから私は柴田として生きていくのです。え、それ何、鼻の穴？なんでさ、自分の鼻のすごい嫉妬してんの。うざすぎる。いや、やばいな、夫婦揃って髪がないっていう。結構生えてきちゃったけどね。充電がない。そう、やばいよ。やばい。携帯で。地図さえない。それもまた人生。おーおお。面構えがお化け。ねえねえねえ、プリクラ貼っていいかな。まあいいんじゃないですか。ポッピーとレータの撮っちゃったプリクラを貼っとこうかな。もうイントだけプリクラやっちゃうか。やっちゃいましょう。あ、やっちゃおう。もう仕方ないよ。はい、完成しました。これ視力検査書いた。で、僕ら夫婦の似顔絵、これが僕、これがマンジ、なんか変なの多くない？なんかんなんかだって変なのしか思いつかないじゃん。これは、子供を運んでくれると言われているコウノトリというより、ペリカン。ペリカンなんだ。ペリカンですね。コウノトリの姿分かんなかったら、まあペリカンで代表しました。これは、結婚して味噌汁をいっぱい作ってくれるということで、味噌汁で縁起がいい。これ一富士二鷹三なすびの、3の部分ですね。これが、ちょっとこれは冒険に出たな。そうだね、ちょっとこれだけ冒険に出たかもしれないけど、プリクラ、まあこんな感じでそんなにひどくないんじゃないかなということで、ここの普通の本番の部分をね、今から記入して出しに行きたいと、はい、行ってみたいと思います。はい、あのちょっと婚姻届を出しに来たんですけど。はい、こんにちは。じゃあそこに出してください。はい、お願いします。ちょっとこれなんですけど、はい、あ、これちょっとプリクラはダメなんですよね。あ、